わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は崇城大学芸術学部美術学科について紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学芸術学部美術学科、佐藤和歌子先生の研究室じゃ。一体どんなことを学んでおるんじゃ。私もともと動物とかお花とかですね、植物を、自然のものを描くことが好きで、日本画にはですね、花鳥画といった動物を描いたりお花を描いたりといった作品が数多くありますので、それで日本画を選びました。もちろん日本画をですねやったこともなかったので、もう1年次からですね基礎的な絵の具の扱い、道具の扱い方を学んだりですね、模写をしながら筆の運びや墨の濃淡などを学んで、それで自分なりの現代日本画といわれるですね作品を描くことを学んでいきました。入試の時のデッサンから、はい、1年、2年、3年、4年とですね、の学部の頃からの作品を通して、それで、卒業後もですねの続けて作品を描いていくということを、その展示の中でですね表現できたかなと思います。ふむふむ、具体的にはどんな制作、研究に取り組んでおるんじゃ。現在日本画を描いているんですけれども、もともとですねその日本画として、伝統的なですね絵の具だったりとか道具の使い方を基礎にしながら、現代の表現をですね追求していく、自分の作品としての表現をですね確立していく、世界観をですね表現していくということを心がけて制作をしております。それを描いた時はですね、動物の角というものに非常にですね魅力を感じておりまして、ちょうどギリシャ神話の中にもですね角の門という、その門を通じて人々の夢を訪れるといったですねお話がありまして、その神話とですね自分のちょっと今興味がある動物の角というものを関連させて、作品を構成していきました。それで、2展というですね展覧会で特選をいただきましたので、それは またですね自分の中でも記念になるというか印象深いですね作品になります。在学生ですね、まず学生たちの作品発表の場として個展だったりとかグループ展なんかをですね計画して、どんどん作品を発表していってもらいたいと思っております。コース展なんかを年に1回ですね開催しまして、学生たちのですね1年間の作品の発表をですねそこでしていってもらいたいと思っております。それに向かって作品を仕上げるといったですね、やっぱりモチベーションはですねかなり、上がってくると思います。佐藤先生の研究は今後どのように生かされていくのじゃ。そうですね、今後も全国的なですね展覧会での作品発表を主にですね計画しながら、自分の個展なんかもですねちょっと大きな規模でできるといいなと思っておりますし、文化財の修復関連で地域の天井画だったりとか絵馬のですね奉納だったり、そういったこともですねやっていきたいなと思っております。私がですね先生から教わったことをですね学生に伝えていきたいと思っております。学生にはですねもう目の前にある作品すべてに自分のですね力をつぎ込むように取り組んでいってほしいと思います。崇城大学芸術学部美術学科の活躍がますます楽しみじゃ。